積み上げたものぶっ壊した。どうもフォークダンスで鳴子坂です。2月に入ってね、じわじわと、まあ手堅く1万、まあ、クリックがメインですから FX は1万、1万、2万、1万って積み上げてたんですけどね、実はこの週僕一時プラス3万いってたんですよ。プラス3万3万か49万台突っ込んでた気がするんですよね。気が強くなっちゃったんですかね。あれ、今月中にもう今年の53万、今年スタートの、もうここがおかしいんだけど、今年スタートの53万に戻せるじゃんって思って、まあちょっとね、いつもだったら1枚とか2枚広瀬を入れて、まあ 2.5 とかまあ3枚とかっていうレベルでやってたんですけど、何を血迷ったのか突っ込んでしまったんですよね。ぶっ飛ばしました。7万8万8万くらい来ましたね。いやー早かった まあ、そのトレードがまあチャートも今更見たくないんですけど、まあそこからまあちょっと取り戻したんですけど、まあ大体こんな感じですよ。まあちょっと今更新できないんですけど、まあこんなもんで。いやー、あ、一見この株が良さそうに、株がいいじゃんと思うかもしれませんけど、これ実際は、実はこれあれですから、プラスになってますけど、僕ほとんどトレードしてません。ファミマ、今確定含み損で7、8万あると思うんですけど、まあそれがなければこっからプラスだし、そもそもコロプラの含み損が、コロプラとかソディックの含み損がいっぱいあった状態でスタートして、それが解消されてきてるから年初からプラスに見えてる。まあ100万ですけど、これ実際ちょっと200万です。これ200万にしたとこっちのチャートが全然動かないんで、100万にしました、ここ便宜上。まあとりあえずそれは置いといて、まあプラスに見えますけど、実際は全然マイナスですから。ローソンじゃなくてファミリーマートの含み損が、あれが痛かった、全然。あとクルーズも損切りしてるし、だからこれ全然見かけ上は実質全然マイナスですから、今年株も。声がおかしい。まあ相場はね、本当にね、激そう。ニュースに行きましょうか。激そうだよ、そう。ヤフージャパン。あ、そういえば、僕とは全然関係ない話なんですけど、香川の、こじきで逮捕。あれ、びっくりしましたね。俺、プショ、ブルッ、ブルッってね、関係ないんですけど、しましたね。23歳くらいのやつが、なんか、ネットで放送しながら、こじき行為をして逮捕っていうさ、逮捕、まあ、警察にお世話になったっていう恐ろしいニュースでしたね、本当に。あ、ちなみにまあちょっとまた戻るけど、まあ含み、まあ FX のね、爆損ぶっこきましたけど、今回もねなんでか知んないけど、その時ストップロス置かなかったんだなって。まあでも川崎の事件から比べたらね、全然可愛いことですよ、本当に。僕ね、FX 何万飛ばしたなんてね、確かにコツコツ積んだものが一気にね、あの数時間で、今月一発でぶっ飛んだっていう、まあいいや。後藤騎手もね、亡くなりましたね。もしも握り V、あ、乗り換わって勝ったんですかね。乗り換わりとなった1日の中山。ダイワレジェンとか一着となった三浦康生。あ、この頃三浦康生も聞かなかったな、名前久しぶり。まあ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 、そのまあトップに出てこないってこという意味で、まあ出てこ、名前聞かなかったですよね。 LGBT 分かんない。はい、そして、年金基金解散、年金基金解散。本当に年金もさ、どうす、誰が掴むんだよ、マジ。誰がさ、ババ引くっていうかさ、ねえ、マジで。ちょ、見てくださいよ、日経の4時間足。4時間、4時間ですよ、これ。見えてる？
これここが何日だ、1月の16日から始まって、ズン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 、え、1月の 16？ ここが、でここが2月の3日、ちょっと待って、は、この1ヶ月ずーっとこの調子かよ。あ、ひってこれ、うーわ、18,840、ひどいな、これ2月の頭からこれかよ。誰がババ掴むんじゃこれ。年金解散、昨年12月で取る当社書類には300万円を超える負担額が記されていた。長年加入していた栃木県石油業厚生年金基金からだった。何十年もかけてきた企業年金がなくなった上に追加負担まであるなんて詐欺みたいなもんだ。これは年金基金ね。ああ、まあでも基金でもそりゃな、なく積み上げたものぶっ飛ばされたわけだな、これな。さらに何、追加負担なんて、こんなの払う必要ないだろ。もう必要があるんだろうな。この基金は栃木県内の給与所などが集まり、社員らの厚生年金の一部、厚生年金の一部と企業年金、上乗せ部分を出すために作った。だが積み立て不足に陥り、今年1月ついに解散。厚生年金代行部門積み立て不足を加入企業を穴埋めしなければならず、男性のもとにはその負担額が通知されていた。は？30年かけて月に1万ずつ払っていくという。最長？これから？どういうこと？多い時で追入社員を雇って救助を運営してきたが、あ、この人が、なるほどね、経営者だから。イコカナダ作りにガソリンの販売低迷、貯蔵タンクが古くなって回収が必要になったのを機に数年前に給与を畳んだ。60歳から厚生年金と企業年金を合わせた月8万円を受け取ってきたが、基金が解散したため厚生年金が支給されるものの、企業年金の約1万円がなくなる。これはひどいな。病気などにそれは年金は手にしてきた。しかも、は、2012年2月に発覚した AIJ 投資顧問の詐欺事件で、運用のために大手信託銀行を通じて AIJ に預けていた約40億を失い、積み立て不足拡大。いや、これはもう読めないわ。これはもうこの64歳はあれだな、 FX やるしかねえな、この部分。